福岡ソフトバンクホークス対東京ヤクルトスワローズ。この場面打席には坂本が入ります。さあワンアウトになりましたが、なおもチャンスは続きます。まあこの先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃を終えたいですね。なるほど、そう打ちました。ヒットになった。サードランナーホームイン。ホークス1点を先制しました。1対0。ホークス試合の主導権を握ります。まあさすがというところですよね。バッターボックスは5番ロペス。まあ大きく差が開いてますけど、どんどん点を取りに行く姿勢でいってほしいですね。まあここは狙っているボール以外は手を出さないでしょうね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。インコース打ちました。いい当たり、ファウルになります。打ちました。レフトライナー掴んで、まずワンアウトです。ワンアウトランナー二塁と変わっています。バッターボックス松山。今日はまだ当たりがありません。ツーアウトランナーありません。内野フライ掴んでアウト。ソフトバンク内に打ちました。大量リード、大量得点。